みんなこんにちは。あの字みつりです。みんなは恋してる？私は素敵な殿方に出会うために鬼殺隊に入ったのだけれど、みんな素敵すぎて毎日ドキドキしてるわ。さらにドキドキしちゃうために、今日は素敵な男の子との恋愛ゲームをしてみるわ。どんな恋愛になるのか、ドキドキね。それではスタート。早速始めていくわ。ここを押せばいいのね。わあ、素敵な殿方。まだ起きたばっかりで、準備ができてないみたい。ヒゲが生えてるわ。こうやって。あ、これは、なんか臭い匂いがするのかしらね。ここをきれいにすればいいのかな。これできれいにして、ここをずっとこうにすればいいのかしらね。なんかずっとこれ出てる。あ、綺麗になったみたい。今度は髪型ね。どんな髪型がいいのかな。こんな感じはどうかな。櫛で整えて、結構時間がかかるわね。あ、綺麗になった。今度はお洋服。うん、このお洋服素敵。次は、靴？お洋服が緑だから、緑の靴にしちゃいましょう。靴紐をちゃんとして。うん、オッケー。あれ？なんか緑の靴にしたのに青になってる。なんでかな？まあ、いっか。次は、おひげを整えてと。顔中に塗っちゃおうかしらね。あわあわにして。お、泡だらけになった。ひげを剃っていくわよ。まあ、素敵なお顔ね。完璧よ。これでお出かけの準備バッチリね。やったわ。あ、これは恋人に渡すリングね。ああ、なんか汚い。どんなのがいいのかしら。うんうん、これがいいわ。汚れているので、拭きましょう。これでいいのかしら。すごいホコリが出てるわね。よし、オッケー。壊れているので直しましょう。オッケーね。ひびが割れているので修復した方が良さそうね。あれ？動かないわ。どうしちゃったのかな？これで修復していけばいいのね。うん、バッチリ。宝石を置いて、ピンクがいいわ。きれいきれいにして、指輪も完成ね。こんな素敵な指輪をもらったら、ドキドキしちゃうかも。わあ。うん、ハートにしましょう。あ、飾りもつけられるのね。お花なんて喜びそう。ああ、やっぱりピンクがいいわ。こんな形もあるのね。ハートのピンク。これで決まりよ。出来上がり。まだ選べるんだ。よし。これでオッケー。きっと気に入るはずね。今日は素敵な殿方をおしゃれにして女性にプレゼントする指輪を作るゲームをやってみたよ。みんなもぜひ遊んでみてね。それじゃあ今日はこの辺で。
じゃあね、バイバイ。動画を最後まで見てくれてありがとう。メリーからのお願いメリ。アソブームの画面でこのチャンネル登録と書かれているボタンをポチッと押してほしいメリ。そう、YouTube のボタンをポチッと押すメリよ。そうするとアソブームの楽しい動画が毎日見れちゃうんだよね。シールや塗り絵、いろんな動画がたくさん。おしゃれでイケてる動画が見つかっちゃうかも。楽しい動画たくさん用意してるので、チャンネル登録してアソブームの動画いっぱい見るメリよ。そうそう、動画のここにあるアイマークをタッチするとアソブームの他の動画が出てくるメリ。タッチしていろんな動画を見てみるメリよ。これからもアソブームよろしくメリ。